どうも皆さん、ごきげんよう、脳筋ハンクと申します。よろしくお願いします。はい、という感じで今回の動画なんですけども、賢者のキャリア神殿に行くクエストあったじゃないですか。そこの一文でありました、賢者は回復型にするか、攻撃型にするか、みたいなね、そういうなんか選べるような雰囲気で、まあ話が進んでいってたわけなんですよ。ということは、上級職賢者は、あの一つの心、緑と紫、それがね3箇所あるんじゃないのかなって思うんですよね。まあバトルマスターはですね赤2色プラス赤と黄色が1個あったっていう感じなんですけども、まああれはね別の職業でまあ赤と黄色が1箇所で黄色が2つみたいな、そういう職業がねまたさらに追加されるんじゃないのかなと思うんですけども、攻撃魔法と回復魔法、これね両方とも均等にね使えるキャラっていうのはドラクエ界では賢者しかないんですよね。めちゃめちゃ可能性ありますよ。はい、まあねちょっと喋ってるだけだったら分かりにくいと思いますんで、ちょっとね絵を貼り付けて説明したいと思います。はい、まあうちの魔法使い今こういう状態になってるんですけども、まあ上級職の賢者も二次枠は一つ、自由なところは一個あると思うんですよ。であとの3つですね、それがこうなってこうなってこうなります。まああくまでも予想なんですけどね。はい、まあこうなった時にですね、まあ例えば緑2つ、紫2つっていう感じでつけてしまうと、かなり器用貧乏なキャラになってしまうわけなんですよね。ですので、まあ緑を4つつけるか、紫を4つつけるかにした方が、ちゃんとパーティーとしての役割を果たしてくれるんじゃないのかなって思いますね。まあ、緑4つつけるだけで多分回復力爆上げですよね。で、紫4つつけたらもう火力が鬼のように上がるということなんで、賢者がめちゃめちゃ楽しみですね。はい、じゃあ次にですね、この賢者にどんな心をつけるといいのかという話なんですけども、今回は回復呪文の、心のトップ5、そして攻撃呪文の心のトップ5を、まあ、用意しましたんで、こちらです。まずね回復呪文の方から見ていきましょうか。まず1位がデスピサロなんですね。これメガモンスターですんで、取り損ねた方はちょっとつけれないよというやつなんですよ。これステータスが88で、2位が桃色三姉妹。これね関西限定ですんで、これもねつけれない方結構多いんじゃないのかなっていう感じですね。これが85ですね。で3位以下はねまあそこそこ、まあ、取りやすくなってきます。はい、3位がジャガーメイジ、これがステータス66で、4位がですね悪魔神官。これめっちゃ出にくいんですけども、まあ長くプレイされてる方なんであればまあ持ってる方も多いんじゃないでしょうか。それとナウマンボーグですね、これが59ですね。はい、で5位はね、まあ、ドラゴスライム52ということなんで、この1位と2位がねなかなかね持ってない方は多いんじゃないのかなと思いますね。ですのでもし回復の、ステータスだけをガンガン上げたいんであれば、ジャガーメイジ、悪魔神官、ナウマンボーグ、ドラゴスライム、この4つをつけることがいいんじゃないのかなって思いますね。はい、次にですね攻撃呪文のトップ5見ていきましょうか。まず1位がアルケミストンですね。これ地域限定モンスターです。場所は北海道です。はい、ステータスが85とめっちゃ高いですね。で2位がミニデーモンですね、これ84。これ結構手に入りやすいので、まあ皆さん持ってる方も多いんじゃないでしょうか。で第3位がブリザードマン、これ正月のイベントモンスターですね、これが81で、4位は一つ目ピエロ79。これもね結構手に入りやすいんで持ってる方多いんじゃないでしょうかね。で第5位がヒイラギ童子ですね、これが57という感じでちょっと低めになるんですけども、まあトップ5に入ってきますよという性能ですね。ヒイラギ童子ね、これもねかなり、見つけにくいし、まあドロップもしにくいので、まあ持ってる方はこれも少ないんじゃないのかなと思うんですけども、まあ1位のアルケミストンがまあ一番手に入りにくいということですんで、紫を4つつけるんであればミニデーモン、ブリザードマン、1つ目ピエロ、ヒイラギ童子、この4つをつけるとおそらく、ステータスは爆盛りされる、心となってるんじゃないでしょうか。はい、ということで間もなく上級職が実装されるということなんで楽しみすぎますね本当に。まあ28日でしたっけね、その日に実装されるということですんで、まあギリギリまで、まあ、メタルフェスティバルでレベル上げ、そして、心集め、皆さん頑張っていきましょう。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。